はい、皆さんこんにちは、畑中和です。今日はですね、たった10回弾むだけ背骨の柔軟性アップエクササイズご紹介したいと思います。背骨の柔軟性があった方が、腰痛の軽減、もちろん慢性腰痛予防にもなりますし、疲れやすい体の予防にもなります。あとはもうアンチエイジング、純粋にアンチエイジングになりますね。背骨の柔軟性がどんどんね、加齢ともに硬くなってしまって、肩甲骨も硬くなって肩こりが起きたりとか、姿勢も悪くなったり、猫背になりやすかったりしますので、今日はその背骨の柔軟性アップを全体的に測れる簡単エクササイズをご紹介したいと思います。めちゃめちゃ簡単なんですけども、まずは背骨のね、ざっくりした評価をしていきたいと思います。いろんな評価方法あるんですけども、今日はね、もうその場でできるように、前屈と後屈ですね。前に下がるのと後ろに反るという可動域を見ていきたいと思います。私ちょっとやりやすいですね。足は腰幅に開いてもらって、このまま指がどのぐらいマットにつくのかどうかというところですね。こんな感じですね。膝が曲がらないように気をつけてください。今度は手を後ろ、皆さんやってくださいね。このまま後ろに反っていく。これもなんとなくでいいので、エンドフィール、最終可動域を評価してみましょう。できたらバランスボール座って上に弾むだけ。この弾み方は足で踏ん張るんではなくて体幹ですね。体幹を意識して頭のてっぺん、頭の頭頂部が天井から吊り上げられるような感じで弾みます。この時に、おでこは上がるっていうのがこうなってしまうので、その、ね、頭頂ですね、頭頂が吊り上げられる感じで10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、余裕になったらね、15回、20回ちょっと弾んでみてください。今10と11回ちょっとやったので、また評価してみます。足腰幅でいきます。もう手のひらがつきそうな感じぐらいですね。で、後ろもぐーっと、もうかなり遠くに見える距離が変わってきます。これ、ね、皆さんぜひ、ね、やってほしいなと思います。簡単に、ね、10回弾むだけで背骨の柔軟性アップしますし、腰痛予防、疲労回復、あと姿勢改善、肩こり改善、予防にもなりますので、ぜひ、ね、アンチエイジングしたい方やってみてください。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。また明日お会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。